あ、あれじゃない？あ、近い、近っ。え、こんな近かったんだ。あー、グストだ。え、なんかさ、ここにいるサイクリストみんな礼儀良くない？なんかみんな絶対会釈してくるし、結構ニコって笑ってくれるのすごい嬉しい。なんか確かに都内とかね、調べちゃうとなんかもう比較対象都内っていうのがちょっとレイがいる。レイが待って、大丈夫？ね、私初めて見た本物。マジで？うん。あとね、私ね、今までね、うん、埼玉よりも北って行ったことなかったのよ。ちょっとあの日本の北更新した。1個目の休憩スポットにはなんとちょっと面白い感じのラックがあります。どうですか？めっちゃいい今4月末なんですけどね、まだ桜が実ってます。八重桜って言うんですかね。桜の種類は詳しくはわからないんですけど、今回は人生2度目の、筑波倫理ロードです。さきさんはなんと初だそうです。そう、このね、筑波倫理ロードの魅力、まあね、整備されてて車が来なくてっていうのはもちろんあるんですけど、何がいいかって絶対に迷わないこと、これですよね。もう方向音痴の私に限ってはもうこんなに嬉しいことはない。今向かっているのは沼田屋さんっていう老舗の和菓子屋さんですね。そこのね、まんじゅうを食べてお昼に行こうという流れになっております。今日はね、地味に向かい風なんですよ。帰りは追い風であってほしいんですけどね。いやー、綺麗綺麗。ちょっと止まろっか。めっちゃ綺麗。はぁ、動画です。そっか、あれが筑波山か。あ、本当？すごいね。すごい、さきちゃんの中で筑波倫理ロードが過去一いい景色に選ばれた。いや、あれが私が以前登り損ねたというか登れなかった筑波山ですね。もう本当あと数百メートルで着きます。はい、着きました。かりんとまんじゅう。かりんとまんじゅう食べたことある？ない。美味しいよ。本当に？めっちゃ美味しい。かりんとの中に、まあ当たり前か。こんな感じです。ちょっと暗いね。初だね。初の筑波倫理ロード。そうそうそう、初のカリンとまんじゅう。うん。あ、めっちゃいい匂いする。行きます。うん、もう。なんかあんこなんだ。めっちゃ美味しいね。え、なんかここの鹿ちょっと暖かくない？確かに暖かい。作りたて。の可能性あるね。美味しい。食べかけで申し訳ないんですけど。あ、真っ暗で見えなーい。いや、これ美味しい。ポテトみたい。確かに。そう、食感が。なんかね、おいしい。思ったより重くないの。こうガツッとこうなんかまんじゅうみたいな感じじゃなくてさ。おお、左に曲がる。おお、すごい立派、超立派。あった、さきちゃん、あったよ。ありました、ヒルクライム。よいしょ、ラックもちゃんとある。ヒルクライム到着しました。スペアリブなのね。初めて食べるの。あ、そっか、初めて。さっきかりんとは私初めてでさ。そっか、あきちゃんはスペアリブは全然食べたことあるのか。うん、入りましょうか。入りましょうか。よいしょ。ピンポン押さなくて大丈夫だった？え、ピンポン押すみたいな回だった？いや、わかんないけど、あったから。こんにちは。こんにちは。わお、めっちゃすごい。チューブも販売してる。え、マジ？チューブ販売。ほんとだ。工具貸し出し。はい、ありがとうございます。どちらも味のままお好みでご飯にお使いください。はい、ちょっとなんかベーコン入ってる。嬉しい。おいしい。確かに縁起いいんでしょ。なんか先が見通せるみたいな。そうなの？そういう意味があった気がする。でも今すぐ食べな、マジでうまいな。やばい。
ジューシー感はそこまでない。あ、そうね。ひらがなですよね。ヒルクライム。はい。なんでひらがなにしたんですか。カタカナではなくて。ヒルクライムカタカナにしちゃうと完全にヒルクライムになっちゃうので。はい。うち丘の上にあるからもともとそれヒルクライムで、はい、ヒルクライムやる人のためって店ではないんですよ。あ、そうだと思ってました。ヒルクライム好きの方のためだと思ってました。では全く正直全くなくて。あ、そうだったんですね。誰でも OK っていう。同じようなことたまに聞かれて、はい、自転車じゃないんですけど行っていいんですかって言ったら、いや全然そんな関係ないです。そっか。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。おいしかったです。ということでお昼も食べて、もうちょっとで星野リゾートに到着します。今日だいたいね50キロぐらいですね。これ全部押したままで大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。サイクリスト向けのホテルとも初めてなので、ちょっと新鮮です。あ、そうですか。いつもの輪行袋に入れて、はいはいはい、はい、すごい申し訳なく。廊下も通常のホテルさんが 1.5 倍ぐらいってあるんで、あ、確かに。電車ですれ違っていただいても、ビンビンセダムで食べていただいても。あ、なんかお嬢様感がある。でも逆光でしょ。いや、あのね、綺麗にいい感じで映ってる。本当？うん、なんか神々の光が後ろからなんか差してる感じ。あ、私ホームページめっちゃ隅から隅まで見たの。うんうん。でもね、ここの部屋の写真も見たんだけど、多分ね、写真よりも映りすぎた方がいいわ。すっごい広い。すっごい広いね。二人とは思えないし、なんかなんならここでもう一人寝れるしね。寝れるよ。これ。もうだから本当2人寝れるよ。寝れるね。あ、寝れる寝れる。うわー、すごいな。じゃあ見て、スイッチ持ってきた。うわー。遊ぶっしょ。やばいね。リュックの中入れたの。うん。やばいね。なんかさ、これ、ね、ガラス張りのお風呂ちょっと恥ずかしくない？え、なんかね、海外であるよ。こあるんだ。泊まったことある。で、海外の場合って。ロールカーテン中じゃなくて外なんだよね。え、マジで？え、そっか、これはし、あれなのか、中にあるのか。え、ちゃんと日本は中でよかったわ。はい、面白いね。見て、おっけ、うん、和風なんだ。でさ、あれでしょ、このお風呂のところから自分の足が見れるっていうコンセプトでしょ。面白いですよね。ね、しかもここのガラス、なんか意外と曇らないっぽいです。まあ、そういう作りなのかな。それもそれで恥ずかしいけどね。で、しかもこの水バーンってかけても OK だそうです。そのせい大変じゃないかな。ここがホテル内ってすごいよね。ここで、ここでメンテナンスしてる人と喋れるのか。オンラインジェンガはこうマウスでやるの、はいはいはい、でも本物のジェンガやったことなくて。オンラインジェンガ楽しい？全然なんかすごい感覚ない。初ジェンガ、さつきちゃん初が多いね今回。いや、どうぞ。あ、私から、うん、じゃあね、学校飛び出てるからこれにしよう。あ、飛び出てた。はい、あ、まあ、でも2人だからね、なんかスンスン進みそうだよね。おーい、おい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 、ちょっと待って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 、2回目でこんなずれる。なんでそんなさ、全体動かしちゃうの？行っただけでいいじゃん。いや、これはね、だいぶ動いたよ。普通に下手なんだろうね。あ、待って待って待って。いやー、でも視聴者の皆さん、どっちが崩すかをかけてみてください。うん、よし。なんか早いよ、抜くのが。いや、あのね、早い方がいいんだって、絶対。あ、いや、早く早く早く行くんだよ、早く早く早く行ったら、なんか写真崩れそうなんだよ。さって、さって、すって、さってはっ、よし。いや、早く落とす図を取るんだよ。あー、待って、早くない？だいぶ早くない？ちょっとショックだ。ちょっとショックだね。なんかもうちょっと盛り上がってからの方が良かった。もうちょっと盛り上がってから良かった。うわー、美味しそう。ステンレス製のストローだ、これ。本当だ。アイスいただこう。はい、いただきます。一緒にいただこう。うわー、すごい、超贅沢。あのね、硬いんです。硬いんですか？多分ね、あのシャーベットにしてるから。はい、
どうでしょう。美味しい。本当。あ、美味しい。生き返る。本当に遊び心があるね。あるね。これはいいですね。すごいな。